フロイド・メイウェザー、マニー・パッキャオ以外のボクシングのトップアスリートともコミュニケーションを取ってますから。今回の大会中にパッキャオ選手が登場して、来年にメイウェザー選手と試合をするという発表がありました。現時点でどういう具合に交渉が進んでいるのか言える範囲で。パッキャオとは、まあ、リング上でもお伝えしたみたいに2023年の時点で試合を組むということで契約をして戦うことができるようにお互い話をしてはいたんですが、タイミングと相手となかなかパッキャオとやるっていうことで熱が作れる相手が僕らの中で提案ができずに結果1年経っちゃったっていう中で、今年の秋ぐらいからフロイドともそういうパッキャオとやったらどうなんだって話は進めてるんですね。だからまあ最終本当に2人がリマッチでやれるかどうかっていうところはまだ日時とか場所とかも最終的に決まってないんで、これからしっかり詰めて、ただまあ2人ともライジンの舞台で戦うってことに対してはイエスと言ってくれてるんで、まあ、それをどのタイミングでどういう流れの中で組むかっていうのは、まあ、もう少し調整をして正式にやるべきなのか。彼らを使う意味とか意義っていうのは、ライジンという舞台を日本のファンからするといやそんなもんいらないんで、もっと平本蓮の試合組めとかですね、ミクロの試合でいいよとかっていう思いはあると思うんですけど、まあ、ちょっと違う視点を僕らも持っていて、もっとワールドワイドでこのライジンに世界中の特に北米のファンを振り向かせていく、やっぱりそういったためには飛び道具がまだまだ必要なところもあって、フロイド・メイウェザー、マニー・パッキャオ以外のボクシングのトップアスリートともコミュニケーションを取ってますから、エキシビションという枠の中であれば、非公式マッチであれば日本で戦えたりするんで、それはライアン・ガルシアでもそうだし、カーボン・デイビスでもそうだし、まあ、いろんな選手に僕はチャレンジをして、他の海外のプロモーションとは違う形でこのライジンという舞台に海外の視点を視線を集めるようなチャレンジはあってもいいかなと思ってますので、フロイド・メイウェザーとマニー・パッキャオがいつどこでどう行われるのか、行われないのかっていうのはもう少し預からせてもらって詰めていきたいと思ってます。現時点で榊原さんが描くなんか構想みたいなものっていうの、なんか規模というか、どう見てみたいなとか、その大きな規模ではやりたいと思ってますけど、フロイド・メイウェザーとマニー・パッキャオで東京ドームが埋まるとは思ってないんで、どちらかというと競技会を開くというよりはお祭りを作るのが得意というか、そういうものにしていかないと一般の人たちが振り向いてもくれないし、他の大会は見に行かないけど大晦日のライジンは見に来るってファンがたくさんいるっていうことだと思うんですね。だからそういうカジュアルなファンを巻き込めるような、求心力と遠心力をバランスよくラインナップできるイベントをまた来年もそんなとこでやるのっていうようなまさかをまた作り出せるようにチャレンジしたい、最終調整していきたいと思っています。